急な石段を登るとそこは僕らの秘密基地。叱られた時はこっそりとここで泣いていた。いつも迎えに来たばあちゃん、温かい手を握りしめ、一番星が光る頃、居眠りしながらうつむき帰ると、母ちゃんは黙ったまんま僕の体を抱きしめた。やんちゃ坊主の眠る家は白い三日月見える。やんちゃ坊主の眠る家は白い三日月見える。